ナイラです。アリエです。メカです。エコです。ヒナです。ピンク、ラテ、シティ、ビー、アリオアリオ、イエーイ。今日は、はい、何でしょうか。今日は卒業式です。はい。お互いに手紙を読んでいきます。はい、それではどうぞ。エコちゃんへ、卒業おめでとうございます。エコちゃんはしっかりしてて、周りを気にかけてくれて、いつも優しくしてくれてありがとう。いつも笑顔でみんなの頼りになるエコちゃん。みんなのお姉ちゃんとして今まで引っ張ってくれて、みんなをまとめてくれて本当にありがとう。そんなエコちゃんのことがニコプチの時から大好きだし、これからもみんなの目標でもあります。エコちゃんが卒業してしまうのは寂しいし悲しいけど、これからみんなでもっとピンクラテ TV を盛り上げていけるように頑張ります。エコちゃんもエコちゃんらしくこれからも頑張ってください。エコちゃんから学んだこと、一緒に撮影したこと、たくさんおしゃべりしたこと、レイラにとって一生の思い出だよ。今までありがとう、レイラより。ありがとうございます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 。ひめかちゃんへ、卒業おめでとうございます。ひめかちゃんはいつも面白くて優しくて、すごく人見知りなレイラにたくさん話しかけてくれてありがとう。いつも元気でみんなを明るく笑顔にしてくれたひめかちゃん、最年長としてみんなを引っ張ってくれて、動画を一生懸命盛り上げてくれて本当にありがとう。そんなひめかちゃんが大好きだし、もっともっとひめかちゃんみたいにたくさん喋れるようになりたいという目標です。でもあります。ひめかちゃんが卒業してしまうのは寂しいし悲しいけど、これからもっとピンクラテ TV を盛り上げていけるように頑張ります。ひめかちゃんもひめかちゃんらしくこれからも頑張ってください。本当はもっと一緒に撮影したかったし、たくさんおしゃべりしたかったな。ひめかちゃんとお話ししたことは一生の思い出だよ。今までありがとう、レイラより。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。エコちゃんへ、卒業おめでとうございます。突然の出来事に未だにドッキリであってほしいと受け入れきれないです。エコちゃんは一緒に加入した時からずっと前を行く存在でした。トーク力もポージング力も全てが憧れで、エコちゃんから学んだことは数えきれないものです。韓国が好きで、コスメやファッションについての知識も豊富で、毎回の撮影は話が途切れないくらいに楽しい時間でした。独特な雰囲気を持っていて、動画でポロッと面白いことを言っちゃうエコちゃんが大好きで、ついついその動画は繰り返して見てしまいます。また推しの話とか雑談をしながらお茶しようね。楽しみに待ってます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ひめかちゃんへ、卒業おめでとうございます。そして今までお疲れ様でした。初めての撮影、緊張でガチガチだった今に最初に話しかけてくれたのがひめかちゃんでした。明るくくしゃっとした笑顔で話しかけてくれたこと、今でもすごく印象に残っています。最年長になってからのひめかちゃんはまとめ役や進行役をそつなくこなしたり、面白いネタで動画を盛り上げてくれたりと、改めてすごいなと感じることがたくさんありました。毎回の撮影でいっぱい笑わせてくれて、いっぱい話をしてくれて、本当に本当にありがとうございました。卒業前にメンバーみんなでホテルに泊まりたいねって話していましたが、自粛ムードであまり遊びに行けず、思い出をたくさん作ることができなかったのが心残りです。コロナが落ち着いたら富山に遊びに行くね。いっぱい遊ぼうね。そんな日が一日でも早く来ることを願ってます。ゆなより。ありがとう。ありがとうございます。エコちゃんへ、
突然の卒業報告でとてもびっくりしました。エコちゃんはいつも面白くて、勝手にアリアはエコちゃんの性格が合うと思ってます。大阪のロケもいろんなことがあってめっちゃ楽しかったし、一緒でいろんなところに行ったのも全部最高の思い出です。卒業しても一緒にいっぱいまた LINE しようねまたカップホルダー買いに行こうね、アリアより。ありがとうございますありがとうございます。姫かえ、もうこんな日が来てしまうなんて思ってもいませんでした。初期メンバーから同じでいろんなところに行ったり、2人でお泊まりしたり、時には喧嘩もしたけど、いつも一緒にいて楽しかったよ。姫かと佐々木ありがとう。プチーズとスタッフの皆さんへ、突然の報告になってしまったのですが、今まで本当にありがとうございました。まずプチーズの皆さん、とてもとても感謝でいっぱいです。私が新メンバーとして入ってから、今まで SNS でたくさんコメント応援メッセージをくださってすごく嬉しかったです。この1年間ピティーズに会えなかったのが心残りでしたが、たくさん SNS で交流できてとても良かったなと思います。素敵なピティーズと一緒にこの2年間を過ごせて本当に幸せ者だと思います。私と姫香ちゃんが卒業しても、これからもピンクラテ TV を私と一緒に応援しましょう。ピティーズが大好きです。ありがとうございました。エコを支えてくださって本当にありがとうございました。一つ一つの思い出が私の宝物であり、一生忘れない大切な記憶です。これからさらにパワーアップしたピンクラテ TV を楽しみにしています。スタッフさん、ピティーズの皆さん、ピティさん、ラビーさん、ナノタン、家族、メンバーには感謝の気持ちでいっぱいです。こんな私ですが最後まで支えてくださり本当に本当にありがとうございました。皆さんが大好きです。エコベル、応援してくださった方々へ、さまざまな SNS で私の支えになってくれて本当に感謝しています。たくさんコメントをくれたり DM してくれたり、お手紙やプレゼントをくれたり、何万人ものチャンネル登録者数がいますが、その中の一人一人私は大好きです。皆さんがいなかったら私の活動は成り立っていなかったです。今までありがとうございました。これからもピンクラテ TV の応援よろしくお願いします。花田姫香、スタッフさんへ、名前を出していたら手紙の半分が潰れてしまうくらいたくさんの方たちが私たちのために携わってくれました。皆さんに本当に感謝しています。優しくて私たちのために動いてくれて頑張ってくれてすごくお世話になりました。大好きです。皆さんと出会えていろいろな経験ができました。今までありがとうございました。お元気でいてください。まだ夢か。リーダーへ、ニカフチの時から2年間ありがとうございました。初めて会った時から笑顔で可愛いリーダーが印象に残っています。ダンスがとっても上手ですごいなと毎回思っています。リーダーを見習ってエコももっと練習しようっていつも思います。落ち着いていて冷静だけどかっこよかったり可愛かったり大人だったりいろいろな面を持っているリーダーの曲が大好きです。新メンバーが入ってきて初めての先輩になって不安もあるかもしれないと思うんですけど、持ち前の優しさと笑顔でさらにピンクラテ TV を盛り上げていってください。いつも話を聞いてくれたりしてくれて本当にありがとうございます。相談いつでも乗るのでいつでも LINE してください。頑張ってね、エクレル。ありがとうございます。ありがとうございました。
りなちゃんへ2年間ありがとうございました。てこはりなちゃんと一緒に新メンバーとして加入できて本当に良かったなと思っています。中学1年生には見えないくらい、あ、今見えます。中学2年生には見えないくらい本当にしっかりしていて大人のりなちゃんが大好きです。学業、モデル、趣味を全て両立していたりいつも撮影で場を盛り上げてくれて尊敬と感謝でいっぱいです。ピンカーテ TV のことを本当にたくさん考えてくれて努力家のゆなちゃん、思いやり気遣いがあるゆなちゃんが大好きです。来年は最高学年になって大変なことも増えると思うけど、ゆなちゃんらしく頑張ってください。いつでも相談してください。本当にありがとうございました。大好きです。エコエビ。ありがとうございました。ありがとうね。約2年間ありがとうございました。インカーテ TV で唯一の同学年なのに先に卒業してしまった。ごめんなさい。エコはエコはアリアちゃんがこれからのインカーテ TV を引っ張っていく存在だと思っています。でもまたいつでも気軽に相談してください。最近はいろいろな話題を LINE で話せて嬉しいです。二人で遊んだことがないからいつかご飯行きたいなって思っています。アリアちゃんは努力家で本当にすごいと思っています。他のお仕事とも両立も頑張っているのを見ると私も頑張ろうと思っています。そしてファンのみんなをとても大切にしていて笑顔を絶やさないアリアちゃんが、いや、ウェブでのアリアちゃんポージングとかを見ていて毎回尊敬しています。そのアリアちゃんとメンバー新メンバーとでこれからのアリアちゃんとメンバーと新メンバーとでこれからのピンカーテ TV をもっと盛り上げていってほしいなと思います。本当にたくさんの思い出をありがとう。また大阪行ってお話ししたいな。無理せずに困った時は相談してください。アリアちゃんを陰ながら応援しています。また会おうね。2年間ありがとうございました。ありがとう。ひめかちゃんへ卒業おめでとうございます。そして約3年間お疲れ様でした。ひめかちゃんの第一印象は可愛い、スタイルがいい、おしゃれでした。女の子としてもひめかちゃんの美意識の高さは本当に尊敬しています。でも会ってみたらギャップがすごくてどんどんひめかちゃんの魅力に吸い込まれました。初めて会った時から話をリードしてくれたり、先輩が卒業してからまとめるためにたくさん頑張っていたから私も精一杯支えていこうと思いました。ささやかな気遣いや周りがよく見えているところ、いろいろ考えながら一つ一つ行動している姿はみんな気づいていると思います。それが姫香ちゃんの大きな優しさです。 SNS もたくさん研究していて写真も工夫したりしているところは本当に見習わなくてはいけないことだと思いました。私はこの2年間で姫香ちゃんにいろいろなことを教わりました。面白くて可愛くてスタイルが良くて一生懸命でみんなから愛されている姫香ちゃんが尊敬する人であり大好きな人です。ぜひこれからの人生も楽しんでほしいと思っています。2年間ありがとうございました。ありがとう。ありがとうレイラへ。レイラは気が使えて謙虚で優しくて素直で心が綺麗で見た目もだけど内側が本当に本当に素敵って大人になってもそのままでいてほしいなって思います。よく笑うしレイラが笑っているとどこか安心するし、いないといけない存在です。コロナのせいであまり会えなかったけど休憩の時に話したりいっぱい写真が撮れて嬉しかったよ。可愛い笑顔が大好きだよ。今までありがとう。そしてこれからも頑張ってね。応援してます。ゆめかより。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ゆなへ。
ゆなとはすごく趣味があって好きなものが似ていて、撮影帰りに行きたいところに2人で行ったりして同じ趣味の話で盛り上がって、よく考えたら出会ったばかりの時からすごいスピードで仲良くなってたなって思います。明るくてゆながいると場の空気が変わるし、素直に何でも話してくれて嬉しかったよ。ありがとう。またアニメとか映画とかコスメの話たくさんしようね。これからも撮影でたくさん喋って場を盛り上げてほしいです。今までありがとう、ゆめかやり。アリアへ。今までありがとう。アリアは人見知りなのに初対面の頃からゆめかと手をずっとつないでいて、そのまま撮影でもロケでも帰る時も手をつないでいて、それが当たり前になっていたのに、最後の方はコロナのせいで近づくこともできなくて辛かったけど、アリアの笑顔にいつも癒されてたよ。ありがとう。明るくて何を考えてるか分かんなくてどこか抜けてるけど、すごく努力家で辛いこともいっぱい我慢してたし、これからも疲れることとかあると思うけどいつでも頼ってね。コロナが落ち着いたら大阪行くからね。大好きだよ、ゆめかより。まつげだった。エコへ。今までありがとう。いつも冷静で判断力があってすごくしっかりしてるなと尊敬しています。行きたい場所、やりたいことが明確でエコの意見でいい方に動けて本当に感謝してるよ。ありがとう。受験が理由でピンクラテ TV を卒業するのは悲しむ人もいるけど、すごくいい判断だと思うよ。両立は簡単なことじゃないし、エコの人生だから進みたい方向に進めるならそれでいいはず。受験頑張ってね。そして卒業おめでとう、ゆめかより。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。はい、今日でひめかとエコちゃんは卒業します。新しいピンクラテ TV をこれからもよろしくお願いします。お願いします。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。